はねアルバムとかそういうのはねあんまり聞いてないんですよね。もうお気に入りバンドはいくつか あります。あの幾何学模様とそれからスティーブ・ガン、そしてキャリン・エリアス、あの彼はイングランドのね、なんかウェルス、なかなか面白いアーティストで、yes、みんな友達なんですよ。友達になっちゃって、でよくラジオを聞いてます。一番フェイバレットのラジオはニューヨークの WFMU、ジョー・マガスコのレディオショーや、なんだっけ、ノイ、サーフェスノイズ、カレコンショー。これは毎週月曜までちゃんと聞いてます。ハッピーエンドでしょうね。ハッピーエンド。そう。うん、ハッピーエンドは人生変えましたね。人生その後はやっぱりベルベタでも好きで、そしてエンタルド、エンタルド、ザ・バンド、ロビン・ロバーツ。今年亡くなりましたね。今年亡くなりました。寂しいです。初めて体験したコンサートはね、関西大学の、ね、フォーク、フォークコンサートでね、そこに女の子2人で、ツインズというのを作って、そこに一度、初めて学生祭ですか、学園祭、それが初めてでした。結構今にもそれは自分にとって結構大きな体験でしたか。そうですよね、すごくね、人前で歌うっていうのも怖くて、もうまたステージが大きくて、そこに出ていくんだけど、本当に。でその頃はフォーク・クルセダースとかそういう人が出てきて、ザ・ビートルズ、いや、それはイギリスのバンドですよね。このグループバンド、ソロシンガーではやっぱりボブ・ディランでドラマ、それほど女性には、でもジョニー・ミッチェルはやっぱり飲んでくれました。ケンタロウさんとのインタビューで、ジョニー・ミッチェルは実はそんなに直接影響を受けたというよりは、なんかまあ一応聞いてはいたけど、本格的に聞いたのはアメリカに移ってからだというような、そうですね、ことをおっしゃってて、だから日本のジョニー・ミッチェルみたいに言われてましたけど、当時なんかやっぱり偶然というか、偶然の感じでしたよね。私も私がアリスっていう曲を書いた、でそれを西岡隆さんが一つね、このカナダのカナディアンのジョニー・ミッチェルっていうシンガーがね、ちょっと聴いてみたらなんか似てると思わないと言われたんですよ。で頃別にジョニー・ミッチェルをトゥン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 トゥってやってるんだ、それはマネじゃなくて私もトゥントゥントゥやる。同じ頃、トゥートゥートゥーは 何からのヒントなんですか。やっぱり小歌を書いてて、でなんか演奏が欲しいんですよね、真ん中に何か。でそれをギターとかいろんなものでねできたらいいなと思うんですけど、それができなかったのでトゥー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 って入れるようになった。
ですか？私はソノマカウンティー、サンフランシスコから北の方です。で、まあ、有名でワインカントリーの有名なエリアに住んでます。場所はすごくカントリーだから、そういったベニューをするときはね、すごく大きなベニュー、野外とかね、そういうのなんですけど、クラブっていうのはそれほどないんですよね。でも一応、そういうクラブとかあまり行かないもんで、やっぱり何事も丸くまとめましょう。本当ですか？まあ、何事もね、丸くまとめてほしいですよね。過去の時代だとやっぱりビートルズが出てきたので、あの時はすごくエキサイトした頃ですね。もうファッションから髪型からもう全部新しいもので、まだビートルズの出た頃にまた帰りたいなっていう気持ちがいいですね。I want everybody to...It's the same things I'm telling the people. It's just to think, bring everything together and make a positiveness, you know, out of mind. Even living very negative, but try more and look at the different direction and angles and find positive way.Not hurt anybody and not hurting yourself. Yeah, and I'm thanks for what you have. Just being thankful we are alive, and also never, you know, create hatred. And we work together.That's the same thing I'm trying to make the world together, oneness. I want people to be more thankful for what it is life is about.